はい、出ました。2024年の4月がですね、ではね、新作行きたいなと思うんですけど、新作はですね、ほんまにアメリカにも届くんかっていう実験を行い出しました。はい、本日はですね、2024年の4月のジャパンメディア売上発表していきたいなと思います。ということで、これ毎月売上発表させていただいてるんですけど、本日もまあ売上発表させてもらって、新作が結構こう今ずらっと並んでて、限定モデルも一回作ってみたんですよ、ダウンジャケットの。そんなの見てもらいたいし、あとアメリカの進捗状況もお伝えしていきたいなと思いますので、本日もよろしくお願いいたします。ではですね、一番最初、まずはですね、金額からいきたいなと思います。ではデータ見てもらって月間売上を見ていただくとですね、はい、出ました。2024年の4月がですね、516万7270円ということで、皆さん買っていただいてありがとうございました。今回500万円っていうのがですね、おそらく過去1年最低の金額になると思います。まあただ売上の数字っていうのは、まああくまで数字は数字なんで、もちろん高かったら嬉しいんですけど、まあ低い時ももちろんあるので、まあそこは真摯に受け止めて、実際問題ここから値上がりしたっていうところもあるし、まあこれでどうなっていくかっていうのはわからないんですけども、まあ、僕としてはその中でもこう買っていただいたお客様っていうのがいらっしゃいますので、その方々に対してこうどういうことをして還元できるか、そしてどういういいものをできるかっていうところが今後に向けてかなと思いますので、これからも頑張っていきたいなと思ってますので、いろんな意見いただけると嬉しいなと思います。ではね、順位を見ていきたいなと思いますので、順位が何位でしょうか。月間順位になると4月がですね90位ということになっております。まあ順位的には多分まあ僕思ってるより下がってなかったんですけど、多分どのショップさんも4月がきつかったんかなっていうところはあるんですけど、まあ人様は人様、まあ自分たちは自分たちということで、そこは分けて、まあ自分らの反省するとこっていうのがいっぱいあると思うので、まあ反省するとこはもちろん反省踏まえて次につなげていきたいなと思いますので、まあ別に売上が500万円から悪いとかっていうのは全然僕はなくて、4月は特に新作も出てなかったんかな、なんかそんなんもあるし、あと新規のお客様が少し少なかったっていうところもあるので、その次また新規のお客様に見ていただけるように、もちろん試作も売ってるし、次プラスアルファ新規だけじゃなくて、やっぱ既存のお客様に対してどうやったら喜んでくれるかな、どういうのが嬉しいかなとかっていうのも考えてますので、よろしくお願いいたします。ではね、レビュー行きたいなと思うんですけども、レビュー、早速ですけども、 T シャツですね、着心地最高、ただ首周りが太めの人はワンサイズ上をおすすめしますって書いてくれてます。実際問題ね、この声結構あったんですよ。だから T シャツ買うとき皆さん注意してほしいんですけど、今回 T シャツ買ったけど首きついですっていうお声があったり、逆に首がきつくて返品しましたっていう方もいらっしゃったんで、正直な話ね、あったので、それを踏まえて次回の量産も作っちゃってるんですよ。この6月の量産の分はもう作っちゃってるので、その次が10月なんですよ。で10月分から首元を L、XL、XXL のこの3展開だけ伸ばそうと思ってるんですよね。だからそのあたりとかも次回に向けて今度改善していきたいなと思うので、こういう案はね非常に嬉しいです。で特にやっぱりこのレビュー書いてくださってる方って実際購入していただいてる方なので、購入してない方とかじゃなくて、購入していただいてる方が実際思ったことを素直に書いていただいてますので、真摯に受け止めて対応させていただきたいなと思います。次はですね、グレーパンツ、これはねグッド評価ではないです、ノーマル評価です。185cm70kg でレングスはノークッションでジャスト、要はここにクッション溜まってないからいいんですけども、ウエストがやや大きめでしたということで、あと 1,2 センチ細ければジャスト、しかしまあシルエットはとても綺麗で夏は問題なく履けそうですということなんで、まあ、ウエストがちょっと大きいよと、なんかゴム仕様やからもうちょっと縮めてもいいのちゃうのっていうところもあったので、ちょっとそのあたりも次回に向けて動いていきたいなと思いますので、貴重なご意見ありがとうございます。黒パンとグレーパンはサイズが全く異なりますと、グレーパンツを選ぶ際はワンサイズ上げた方がいいかと思います。ワンサイズ上げてもお尻周りは小さいので参考になればと、生地感は黒パンと同じで履きやすくいい感じですということなんで、黒パンとグレーパンね、全く同じように作ってるつもりではいてるんですけども、若干パターンが違うんかもしれないです。で幅のセンチは全部一緒なんですよ、太ももも一緒、長さ一緒、全部データは一緒なんやけども、作ると若干違うんですよ。で縫製会社も一緒、生地作ってる会社も一緒なんやけども、若干違うっていうお声もいただいたりしますので、このあたりももうちょっと詰めていきたいなと思います。で次シャツですね、 172cm S サイズ購入しましたというところで、ジャストすぎたんで M に変更しましたということで、まあ、交換もスムーズに行っていただいてよかったですということで、170前半の人は M サイズがいいかなと思います。まあ確かに175以下は M で、170以下は S で、175以上は L で、180以上は XL みたいな感じでいいんかなと思います。商品受け取りました、短いタイプに続きロングタイプも購入させていただきましたと、大変気に入っておりますということで、迅速に対応していただきありがとうございましたと。で次 G パン、履いてから1ヶ月ぐらい使用してのレビューですと、他の方も同意見の方がいらっしゃるんですが、裾が長すぎるので折って履くか裾上げをしてもらわないといけないですと、足の長い方は大丈夫かもしれませんが、自分のような短足にはなかったので裾上げをしてもらいました。何人か同レビューを投稿している
ので改善してほしいですと。それと洗濯の際に他のものを色移りすると商品ページに書いてありますが、洗濯後に完全に乾いた状態でロンティア T シャツに着ている時にデニムに当たって擦れている部分は色移りしますと。靴も黒などの黒いものは色移りしませんが、グレーなどのスニーカー履いたら色移りしました。これから購入される方の参考になれば幸いですということで、色移りしたスニーカーとかね、本当申し訳なかったなと思います。デニムに関してはね、確かにその色移りはあるんですけども、もうちょっとねそういうところも書いておけば、スニーカー白とかグレーは移りますよってちゃんと書いておけばよかったんで、これもすぐに対応させてもらいたいなと思いますので、本当にありがとうございます。フリース、少しゆったりめのサイズです。デザインや素材は高田さんこだわりがふんだんに継ぎ込まれており、シンプルでかっこいいということで喜んでいただきました。コーデュラブルゾン、撥水性もあり雨の日でも大丈夫ですと。で、生地も強く、ブラウンは他に着てる人がいてないのでかっこよく気持ちいいですということで、ありがとうございます。コーデュラブルゾンに関してはこの秋ぐらいに US レッドモデルっていうのを出そうと思ってて、僕がロサンゼルスに行った時の赤いジャケット、それを出そうかなと思ってるので、秋口は真っ赤なやつも出るんですけど、また楽しみにしておいてください。で、ボディバッグ、めちゃ使いやすいですと。スマホ入れ、プロマックスだとちょっと浅いですねというお声がありました。アルパインライトさんも M サイズ着用してるんですが、アルパインと同じサイズ感でいいかなと思いましたということが黒パンということになってましたんで、非常にいいお声いただいてありがとうございました。やっぱり皆さんにこうやっていろいろ言っていただいたら、僕が気づかへんところで、僕も黒パンとグレーパンは同じやと思って履いてるんですけども、やっぱり人によっては若干このお尻周りきついとかっていうのも、やっぱ言っていただいたら非常に参考になるし、今からお見せする新作のサンプルも今まで僕だけが着てたんですよ。やけどスタッフにも今着てもらって、どう、肩きついどうとかっていうのは話聞いてるんですね。で、皆さんが買っていただいた時に満足できるように、僕だけが満足じゃなくて皆さんが満足できるようにっていうところは対応はしてるので、ちょっとそれが漏れてるところとかはこうやってレビューいただいたらすぐ対応したいなと思いますので、いつもありがとうございます。ではね、新作いきたいなと思うんですけど、新作はですね、実はニットを今作っております。で、ニットっていうのが、まあ、新潟が結構有名なんですけども、まあ、こっちに着用画像出てる感じで、もうほんまに1枚で着るようなスタイルで考えてます。で、生地自体もちょっと練り感の強いシャリ感があるような生地感にしてますので、どっちかっていうと強度があったり、あと通気性が良かったり、こう真夏でも着れるように作ってて、 0.03 ミリぐらいなんで、まあ、そんなに分厚くなく、あとまあジャケットの下なんかでも着れるんかなっていうことで作ってみました。で、最初は僕このグレー作ろうと思ったんですよ。このグレー作ろうと思ったら、業者さん間違えてこのミドルグレー来たんですね。ダークグレーじゃなくてミドルグレー来て、すいません間違えましたって来たんやけど、このミドルグレーの方がいいんですよ。こんな感じなんですけどね、もう普通に黒パンにこれパッて羽織るだけで、羽織るっていうか着るだけで全然いけるじゃないですか。で、例えばまあもうちょっとビジネスとかで着用するってなった場合は、この上からこうジャケットをね着るような感じになってくるんかなとは思うんですけども、まあそのインナーとしても全然使えるんかなっていうことで作ってました。で、今回この新潟の会社さんが、まあいっぱいね、いろんな色も対応してくれるってことやったんで、ミドルグレーっていう色味とダークグレーやったんですけど、これ今着てるのがミドルなんですよ、この色味ね。で、こっちの方が良かったからミドルグレーでしますわとか、あとこのベージュとか、あとグリーンとか、あとブルー一色とちょっとオレンジも入れようかなと思ってるので、まあこのあたりも出てくるんじゃないかなと思います。まあここにも書いてあるんですけどもね、普通のこう糸じゃなくて、もっとギュッてこう細かく強く練ってる糸っていう感じですね。で、それによって清涼感のある風合いとか光沢のあるガーメントを演出する、高品質な綿 100% です書いてあるけども、まあそんな感じで現在作っております。サイズ感をね、今めっちゃ細かくしてて、やっぱニットってね、この二の腕ってめっちゃ大事じゃないですか。で、 T シャツってここが緩いのが T シャツじゃないですか。でもニットってこうギュッて締まってるのがニットやと思うんですね。首、手首で裾っていう、この全部の裾が締まることによって大人っぽさが出ると思ってるから、これがちょっとでも緩いと微妙やなっていうことで、今2センチぐらい詰めてもらってるんですよ。で、そんなんがあったりだとか、あとは T シャツのグレーバージョンっていうのを数量限定で、ちょっと今年は100枚しか作れなかったんですけど、また来年も100枚作ろうかなっていうことで作っております。木グレーですね、これに関しては。ほんまの単色じゃなくて、こう黒と白が混じってるような木のグレーなので、まあ、こんな感じで重ね着とかした時とかデニムとかも相性いいかなと思ったんで、木グレーっていうのも作ってみました。ホワイトの限定のグレー版ですね。で、50年後も着たいジャケットの、これセットアップなんですけど、これもいろいろ進んでおります。たまに平凡な一日とかで着てますけど、そんなんがあったりとか、あとこれはもう幻なんですけど、ダウンジャケットを一回デニムで作ってみました。どうなるんかなと思って作ってみたんですけど、これ用にファスナーをちょっとゴールドに変えて、で、デニムに関してはほんまの綿100のデニムなので、インディゴを使ってますので、まあそれこそ、まあこれも色移りとかっていう可能性がありますので、気をつけていただきたいなと思うんですけども、まあこれ例えばナイロンデニムに変えると色移り全くしなくなるので、まあナイロンデニムっていうのも一つありやなとは思うので、まあそうなったらこれはもうサンプルで終わっちゃうんですけど、実はね、こんなんも作ってみようかなと思って作ってみたりします。で、内ポケットとかも、まあ、ファスナーに関してはこれに関してはもうゴールドで採用してるっていうような感じなんですけど、こういった幻のねダウンジャケットなんかも作ってみたりはしております。はい、というのがね、まあ今の現状の新作かなと思います。
います。ちょっと発想はもうそろそろ再来週ぐらいなんですけど、紳士ショーツとか、まあ、この辺りのサングラスとかで、サングラスもちょっとバージョンアップさせて、どうアップさせたかっていうと、去年までの実はこの傾斜がグッと中に入ってたんですね。それを結構まっすぐにして、鼻パッドも結構パッドがちょっとずれやすいっていうのがあったんで、それを踏まえてちょっと仕様を変えて、でこの鎧っていうところに金具をちょっと入れてみて作ってみたんです。だからちょっとワンポイントここら辺にちょっとシルバーが出てきたりとかっていうような仕様をちょっと変えてみました。これも6月の中旬ぐらいに発送なってるのかな、なってます。で、同様にちゃんと検査もしてるので、これでちゃんと運転してもらっても全然大丈夫です。高速道路運転してもいいし、街中運転してもよくて、ちゃんと品質表示もサングラスって書いてます。ファッション用グラスとは書いてないので、サングラスって書いてちゃんと検査が行われてるので、全然問題なく着用をしていただけます。っていうことなんですけども、次はアメリカなんですけども、今現状ですね、アメリカのシカゴに在住の謎の男っていう人がいてるんですけど、僕の視聴者さんなんですけど、その人いろいろ協力を煽って、ほんまにアメリカに荷物届くんかっていう実験を行い出しました。で、そしたらですね、全く問題なく届きました。で、いよいよですね、まずは何から行くかってなると、今年はね、このボディバッグから行ってみたいんです。で、ボディバッグ行きたいってなった時に、皆さんのお声はどうかわからないんですけど、僕はねちょっと微妙かなって最初思ってたんですよ。っていうのもなんでなんかっていうと、ボディバッグ自体が向こう持つ文化ないんですね。だから、うわ、ちょっとどうかなとかって思ったりしたんやけども、やっぱり、まあ、自分の中で完璧に作り上げたっていう自信もあるし、逆に持ってないんやったらそれはそれで需要がある可能性もあるじゃないですか。需要がないから持ってないっていう見方もできるけども、ただ知らないだけかもしれないから、一回それで行ってみたいなと。で、まあ、半年とかぐらい様子見て、それで全く反応なかったら、アメリカ用として新しくボディバッグを多分作り直すと思うんです。でも、とにかく今年の目標っていうのは、この2024年中に1個でも売ることっていうのがまずの目標なんで、それができると次は洋服もできるし、何でもできると思ってるので、それが、現在考えております。なので現在はゼロでございます。ただ問い合わせはよく来ます。で、それは大体問い合わせっていうと英語でバーって書いてんねんけども、なんかあなたの会社を私たちは助けるわよみたいな感じで、マーケティングの会社とか、要は営業ばっかり来てるので、今なんかあんまお客さんから来てないんですけども、まあそういうもんやと思ってね、割り切って。最初日本のジャパンメディアも始まった時ってこんなにお客さんいてなかったんで、ほんまにゼロ人のとこからスタートしたって考えると、アメリカの挑戦、業者から来ようがなんて来ようが全然売れなかろうが、そんなもん何にも気にしないので、もうバンバン進んでいこうと思ってますので、また来月もね、進捗発表したいなと思います。現在ゼロでございますけども、問い合わせは来てるってことは、アメリカ人には届いてるんだっていうところは確認できましたんで、一歩前進してると思ってますので、そういったことになっております。はい。まあ、ただね、ボディバッグ一つに関してもそうなんですけど、やっぱ日本の値段とちょっとアメリカの値段は違うんですね。日本の値段が安いんですよ、圧倒的に。アメリカのやつは倍もせえへんけど 1.5 倍ぐらい高くなるので、まあ、向こうの物価から考えたら全然普通なんですけど、まあ、こっちでその値段で売るとちょっと高いかなと思うんで、まあ、日本の方には極力抑えた金額で見てもらって、アメリカの方とかにはしっかり利益を含んだ額で販売していきたいなと思ってますので、でそうやってメイドインジャパンをね、続けていけたらいいなっていう、まあ、理念はあんま変わらないままなんでやっていきたいなっていうことと、皆さんから拾っていかせてもらった日本でのお声を踏まえて完璧にアップデートさせて、ボディバッグのちょっとプロが入らへんとか、デニムの色移りがするとか、そういうの全部踏まえた上でアメリカにバーンって持っていこうと思ってますので、ぜひぜひまたよろしくお願いいたします。ということで、本日ですね、売上発表してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。